義理と人情ね、今ね、オルウェイズ三丁目の夕日をちょっと見てるんですけども、続編があるみたいなんですよね。で、その中のエピソードなんですけども、その、自分の子供じゃない男の子を、まあ、ひょんなことから引き取って育てる羽目になっちゃったんだけども、本当のね、お父さんが現れて、今までありがとうと、元通り、うちで引き取りたいんだっていうふうに言うんですよ。で、よくあるパターンなんですけども、育ての親っていうのは貧乏でね、で、本当の親っていうのは金持ちなんですよ。で、今まで世話になったからって言ってお金をポンと置いて、じゃあ、うち、元通りうちで暮らすと、とってもいい人生が歩めるよみたいな感じで、もう誰から見ても明らかなんですよね。でも利益ってのは、お金の利益もあれば、その義理とか人情っていうかね、心の利益もあるわけですよね。で、お金の利益ってのは、やっぱり稼げる人と稼げない人っていうのが顕著に出るんですけども、でもまあ、心のね、利益、義理人情っていうのは、誰もが持ち得るものなのかなというふうに思います。もちろん、それを持ってない人もいるんですけどもね。またもっとね、シビアに言うと、義理とか人情とか人間関係を大事にするからビジネスで成功して金持ちになるっていうふうに捉えると、そのドラマを見るとね、三丁目の夕日、息子を引き取りに来た実のお父さんっていうのは、何でも金に物を言わせるひどい人みたいに見えるんですけども、でも、日本の経済発展に寄与してね、多くの従業員を雇って、お客様にきちんと頭を下げて、商品やサービスを提供できる人っていう捉えたら、確かにそこに行った方がね、お金もそうだし、義理も人情も教育もきっちり受け入れるんじゃないかなっていうふうには思えるんですよ。ただ人間ってのは、その感情的な生き物ですからね。感情ってのは、本当にね、5分先以降のことを考えられないぐらい、もう今この瞬間にこだわるんですよね。で、結局後悔はするんだけども、まあでもその後悔という機会に、あの時自分が何者にも取られずに決断できたっていうね、教授も持てるっていうところで、まあどっちもどっちなのかなっていうところはありますね。三丁目の夕日ね、なかなかいいドラマじゃないですか。なんか改めて見てみるとね、まあ、染みるものがあるかなっていうところでございます。それじゃあ。